1000円分チャージしようと思って1000ウォンチャージして9000ウォン返ってきてきちゃいました。日本円の感覚でやっちゃいました。今日はソンスというちょっとおしゃれな街を皆さんにご紹介したいと思います。ソンスに着きました。ソンスはカフェとか多いおしゃれな街みたいなんでちょっと初めて来てみました。あっち側にルーラボがあります。吉祥寺とか沖久保っぽい感じですかね。服屋さんもいっぱいあってさっきねすごい並んでるとこがありました。自分全然知らないんでわかんないんですけど最初にねカフェ行ってみたいと思います。到着しました。あ、すごいこれ動くんだ。ここねクロワッサンのお店です。あ、すごいおしゃれ。普段ここまで並ぶんだね。だね。うん。うわ、すごい。めっちゃおしゃれカフェやん。レインリポートクロワッサンってお店です。水がめっちゃ流れてる。こちらのクロワッサン、見栄えだけじゃないんです。むちゃくちゃ美味しかったんです。見てください、全部ね美味しそうでしょ。それでいてすごくねカラフルで可愛いんです。まずはこちらの3種類を選びました。なんか船みたいなのが流れてきました。なんやろこれ、なにこれ、なんか2階もあるみたいです。中からね行けなくて外から入るみたいですね。すごい広い。見てくださいこれ、中にクリームがぎっしり詰まってます。中すごいクリームいっぱい入ってました。本当美味しそう。食べてみた感じ生ホイップクリームっぽい食感と味なんですよ。いやこれはね美味しいです。むちゃくちゃ美味しい。美味しい。うん、ホイップクリームっぽいよね。そうだね、すごい軽くて合う。うん、手を拭いたおしぼりもカラフルになりました。こちらはスモーキーなんとかかな。すごいいぶされてました。こっちもね、なんか入ってるかな。あ、こっちは入ってないけど綺麗。断面むっちゃ綺麗。どう？なんか燻製みたいなスモーキーな味がする。あ、確かに。うん、自分もね、今香り嗅いだんですけど、スモーキーな燻製の香りだね、確かに。これ雨がモチーフなんでレインボーなんですね。おしゃれ。クロワッサンでこんなになんかスモーキーだったり、あと見た目もすごいカラフルだったり、新しいですね。僕まあ、結構パン業界で働いてたんですけど、こんなに面白いクロワッサン初めてです。しかもね美味しいんですよ。すごく美味しい。美味しすぎたのでさらに追加しちゃいました。左からトリュフとバターを挟んだやつと、あと四角いのが多分これペリペリってめくれるやつだと思います。なんかインスタグラムで見たことあります。めくるやつじゃないんか。これはこれめくるやつではないね。あ、でもね、でもね、ちょっとこう上剥いだらそうじゃない。上がパリパリだから、うん、真ん中とかはそうだ。そうか。こうやって
子は、ほら、本当だ、ペロ、本当だ、俺もやる。持っといて、持っといて。あ、すごい。あ、すごいすごいすごい、ティッシュペーパーみたい。おお、ちぎれちゃった。片手でやると難しいな。片手だとちぎれちゃったよ。あ、でもすごい。くしゃくしゃになっちゃった。うん、美味しい。うん、このバターが入ったクロワッサン、普通にうまいです。最上級の普通にうまい。伝わります？なんかね、パンにクロワッサンにバターつけたらうまいよねっていう意味でのこの普通の最上級なんですよ。こちらはトリュフのクロワッサンです。これ使うかどうかわかんないけど、最近僕トリュフをモチーフにしたちょっと人気のあるパン屋さん別のところで食べたんですけど、全然美味しくなかったんですよ。多分ね、これは美味しい気がします。脂がすごくてこっちに吸ってるんですよ。うん、じゃあ、すごい香り。本当？うん、あ、ほんとだ。すっごいトリュフの香りする。いただきます。うまい、むちゃくちゃうまい。しっかりトリュフの香りするんですよ。それでいてベースになっているクロワッサン自体がちゃんと美味しいんで、これむちゃくちゃうまいです。ね、なんちゃんうまいよね。うん、これ50個ぐらい買って帰りたい。いや、今まで食べたトリュフ系の中で一番、ね、最上級だよね、うんうん、クロワッサンなのにちゃんとした料理を食べてる感じです。ワインにもね、合うよ ね、 ね、すごい飲みたい、うん、コーヒーもこちらデカフェでした。これあれかな、ドリンクそれぞれにこういうのがついてくるのかな。あ、そう、札がみんな違ってた。すごい。これもすごいね、バターがたっぷりで味わい深いんですよ。のんちゃんも初めての体験だよね、こんなの。いや、すごい満足度でした。来てよかった。この辺美味しいパン屋さん多いんですけど、まあ、全部行けないんでパパッと紹介するんですけど、もう一軒だけね、塩パンのお店があるんで、そちらに行ってみようと思います。ソンスはもともとこういう工場街みたいなところだったんですかね。最近すごいおしゃれなイメージですけど、ちょっと裏路地入るとこんな感じです。キースもね、カフェが併設されてるみたいですごい並んでます。イソップもありますね。やべえ、塩パン屋むっちゃ並んでる。これ全部ね、塩パン屋さんの列です。とりあえずここに並びます。並んでても割とすぐに帰るので安心してください。先にチケットというかお会計を済ませてから受け渡しのレーンに並びます。買えた？買いました。かわいいね、袋ね。うん、美味しくてうなってる人もいましたね。ルーラボで韓国限定のシトロン28あるかちょっと見てみようと思います。ルーラボで香水買いました。2万円ちょっとしました。高え。いやー、高かった。これ5000円ぐらいだと思ってた。なんかね、ワウパスで払おうとしたらエラーが出たから、2万円ぐらい残高あるのになんでだろうと思ったら、これ2万2000円ぐらいなんですよ。15ミリで、いやー、びっくりした。貧乏旅中の思いがけない出費に放心状態で電車に乗ってます。サムソン駅に到着しました。ここでね、ちょっと
珍しい図書館があるんで行ってみようと思います。到着しました。ここね、むちゃくちゃ広いんですよ。5階や。地上出ました。なんか大きい広場があって、そうだな、どこから突っ切ってったらいけるんだろう。ビートルジュースのキャンペーンやってます。新しい映画やんのかな。到着しました。おお。ピョルマダン図書館には約7万冊の蔵書があるそうです。ピョルマダンは星の庭という意味で、上のガラス張りのところから夜空が美しく見えるそうです。とってもおしゃれなんですが、本好きとしては本が傷まないかとても心配です。思ったほどすごくないかも。なんか人の動画とかで見ている方がわーって感じして、実際来てみるとね、そんなでもない気がします。本当正直すぎてごめんなさい。 YouTube 向いてないなと思います。こちらの31、100フレーバーって書いてるんですけど、100種類全部味があるんですかね。急にこの人が現れてびっくりしました。なんかやっぱびっくりするもんですね。ドキッとしました。怖い。それではホテルに向かいます。ホテルがある駅着きました。読み方がね、わかんないんで、なんて駅かわかんないんですけど、まあまあ大きいとこです。次のホテルが見えました。今日はこちらのフェアフィールド泊まります。1万、ね、5000円ぐらいだったんで、ちょっと安いなと思ってこちらにしました。こちらもワオパスのマシンがあります。今日は15階の部屋です。フェアフィールドはね、日光以来です。結構全部コンパクトにまとまってて好きです。本日の部屋はこちらです。まずね、バスルームこんな感じです。でトイレもありまして、まあ、入り口の方は金庫と、これケトルと冷蔵庫あります。お水もね、ついてます。部屋の方はこんな感じです。清潔感あっていいですね。すごいシンプルだけど、こういうテーブルもあるんでご飯食べれるし、おお、なんか駅の線路が見えます。ソウル滞在も今日一泊して、あともう一泊なんですけど、あともう一泊は空港の近くでしようと思ってるんで、実質ソウル市内は今日が最後の夜です。じゃーん。ちょうど電車が通ってました。ここのね、扉も開いて開放的に使えます。まあ一緒ですよね、だいたいフェアフィールドは。街並みが見えますね。
韓国らしいですね。手前の方の、低層階のマンションとかお部屋と、その向こうにすごい高層マンションが立ち並んでます。なるちゃん、どんどん短くなってるよ、日を追うごとに。やばいね、短いねこれ。ちょっとアウトかも、いろいろ。ちょっと待って、これいろいろ危ないよ、そっち向いたら。スリッパもこれ裸足と一緒やんか。薄い、透けてるやんか。柔らかいよ、履いてないかのような。ちょっとやばいよ。あかんで、それ本当に。なんやねんそれ。今日買ってきた塩パンです。袋がね、おしゃれですよね。塩パンは実は僕の生まれ故郷の愛媛が発祥の地なんですよ。じゃん、じゃん。おうおう、美味しそう。俺も一個ちょうだい。はいはい、じゃん。まだ中の方に届いてないから、うん、美味しいのは美味しいんですけど、あの東京とかのパン屋さんで売ってる塩パンと、まあね、大差ないかなって気がします。うん。晩ご飯食べに行きたいと思います。ヨンドンプは歓楽街なので夜遅くまでお店が開いてます。あの雲のマークいっぱいあるの、なんだろう。あ、プリクラだ。プリクラだ。なんかめっちゃ可愛いけど、プリクラですね。すごい繁華街っぽい。釜山の繁華街とすごい似てます。ここね、24時間のお店も多いですね。周りにホテルとかモーテルもあって、夜のね、お店っていうか歓楽街って感じです。ここはあのタコのお店ですね。ウーバーでね、前これ買ったことあります。こういうなんかおばちゃんがいっぱい働いてそうなお店いいですね。今日はここで晩ご飯食べたいと思います。じゃーん、焼肉とユッケを食べます。お肉来ました。ユッケ来ました。すごい美味しかったです。全部平らげました。当初 YouTube で見たことあります。いや、大満足です。こちらのエレベーター、自分が何階に行きたいかを押して入るんですよ。なんでエレベーターの中で何階って押す必要がないんです。すごいね、斬新ですよね。この動作の手間を1個省けるんですよ。慣れるまでちょっとね、戸惑いますけど。コンビニ行こうと思って降りたんですけど、夜は違うあれですね。ご視聴ありがとうございました。旅はまだまだ続きます。